こんにちは。京都女性漢方相談の松宮局管理薬剤師梅垣真由美です。今日のお話はタイトルにもあるように不安でヘトヘトについてお話ししたいと思います。何かそのこの今のうち期の特に不安になりやすいこういう時期に何か対処方法としてきっかけになればいいかなと思ってお話しいたします。誰でも不安に駆られて一歩も先へ進めないという状況はあることです。でこの不安という感情なんですけれども、これは実に厄介で、付き合い方を間違えると気持ちをどんどんこう疲弊させていきます。どんどんこうマイナスの気持ち、どんどん落ち込んでいきます。そして体力も消耗します。やる気が出ない、朝起きられない、体が疲れる、だるい、どうしよう、日常生活にどんどん悪影響を及ぼすこととなります。しかしでもよく考えてみてください。この不安、不安不安、自分で作っているこの不安、でも物体として見えるものではない、存在するものではないっていうふうに一回思ってみませんか。そう思うことでもしかしたら何かその対処方法、それとも付き合い方、不安に対する自分の付き合い方っていうのが何かヒントになる、いいきっかけ、何か出てくるかもしれません。一つの方法として、この不安な時に食べてもらうといいかなと思うこの食材、ホタテ貝を紹介したいと思います。ピントが合いますか。これでいきます。アミノ酸の一種であるタウリンが豊富なことで知られています。イライラ、落ち込み、パニックに加え、めまい、頭痛、耳鳴りなどこういった症状が気になるときは、刺身や寿司などの生も良いですが、干したものをご飯と一緒に炊くと冷えも気にせず美味しく毎日いただけます。どうでしたか。ホタテ貝の干したもの美味しそうですよね。それではまた、さようなら。ジャコウ五黄が配合された漢方薬で急進化脳換気があります。効能は気付け、息切れ、動悸、胃腸虚弱、消化不良、下痢です。90粒12000円税別、300粒3万5000円になります。松宮局へのお問い合わせご相談は、お急ぎの方はお電話をお勧めします。スマホでこの松宮局のホームページ見ていただいた方でしたら、文章にあるように下の番号をクリックすればすぐにつながります。0771-631233です。お待ちしています。ありがとうございました。